2m30cmもあるんです。あの大きな尾びれを上下に振ることでプールの中を速く泳いだり豪快なジャンプをすることができるんです。そして尾びれの裏側、実は白い色をしていたんです。ぜひこの期間にシャチのどこが黒くてどこが白いかなどじっくり観察してみてくださいね。さて続いてプールをひっくり返って仰向けのが一つあるのがお分かりいただけますか。実はあの黒い点はシャチのおへそなんです。シャチは私たち人間と同じ哺乳類なのでおへそがついているんですよ。さあそして種目がうまくできたので再び褒めてもらいます。そして大好きな魚を一尾一尾味わって一周してぐんぐんと勢いをつけてトレーナーのところに到着です。すると水面にはザブンと大きな波が起きました。実は今のように波を起こすような行動は野生のシャチたちも行うことがあるんです。続いてはこちらの映像もご覧ください。こちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチたちは群れの仲間と一緒に大きな波を起こして氷の上で休んでいるアザラシを海へと落として食べてしまいます。このようにシャチたちは波さえも狩りに使うとても知的な動物なんです。さあここからはそんなにバケツの水をひっくり返したかのような海水が飛ぶことがあります。水しぶきではなく水の塊が飛んでくることがあります。5列目の足元まで海水が飛んだこともありました。今のうちに上の方へとご移動ください。そして今リーバージャンプへと出発です。あっという間にプールの深いところまで潜ってゆったりと助走をとってトレーナーの